下克上。どうも、よしきです。本日も関西の方に来てまして、まあ、2連戦ですね、まあ、ちょっと昨日見せ場がなかった分今日に来るんじゃないかなと思ってて、抽選が悪くて一応スロット見たんですけど空いてなくて、まあ、パチンコの信頼のガールフレンドを狙ったんですけど、それもちょっと取られてしまってたので一撃性の高い漆黒を取りました。まあ、漆黒しか勝たんってことなんで、まあ、大量出玉狙うにはやっぱりどうしても必要不可欠な存在です。幸先悪いスタートになってるんで、まあ、ちょっと今日でちょっと流れ変えるために勝ちを目指していきたいと思います。で、まあ、そのミッションが何なのかっていうのがこちらになってます。どうも、よしきです。今回も新ミッションが始動しました。ルールはこちら。実戦日で数えて1ヶ月のプラスを7777枚を超えること。期間は10ヶ月。そしてクリアできればご褒美。クリアできず獲得枚数が一番低い人は罰ゲーム。下克上。じゃあ本日関西の方で刑事漆黒から1、2、3。漆黒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 ええんちゃうか。下克上。よし、じゃあやっていきましょう。刑事漆黒いきます。ということで、まあ、スペックの説明を軽くしていきます。3位支給 55% 突破 65% 継続オール2400、激安代です。じゃあ前にあの刑事漆黒打った時にスカルプ D の CM みたいなやったじゃないですか。配信された後にまたあのアンファーさんから連絡が来たらしくて最高でした。めちゃくちゃ笑いました。若ハゲキャラいいですねって言われて別にキャラじゃないんやけどなと思って。で、またあのシャンプーのセットをワンセットくれました。ありがとうございますもうズブズブや。アンファーさんとズブズブはマジでかいっす。言葉に気をつけなされよ怒られた。そう、マジでほんまに昨日もう情けなくて仕方なくて、ほんまに今日頑張ろうと思ってたんで何とかしたいと思います。ええとこ見せてます。今日は見といてくれみんな。お青おお、これは2段階いかんか。1段階2段階だけで一気に変わるんですけどね。いや、キセルじゃない。うわー、きた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 。熱っ。急にある。うわー、やべえ。今のキセル予告2回目っす。結構珍しいっすよね。いやー、朝から見れるとは。これ外したくないんやけど。マジでかっこいい。154回転です。フンドの一括いかんかな。ないか。まあ、とりあえず強烈ピースで。刑事は、いやー後編、いやちょっと俺がやれ。ハズレやんといてや。とりあえずこけて緑か。いや緑じゃ足りひんよ。タイトルテロップ白っすね。赤フラは、赤フラなし。大丈夫ですかこれ。タカタンは、いやまあキセルだけでもまあいけんこっちゃないんやけど、ゴリ寄せるパワーも持ってんねんけど。オッケーオッケーオッケー。赤フラ来たらもう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 、はい、もうもういただきました。いやーこれも当たりました。さすがにもろた。どれか来るんちゃう。ないか。仕込みをつけていたんだ。まあ大丈夫でしょう。年来の友を切るなど生涯に一度も。いやこれ外したら痛いよ。ことなどできるいただきます。幸先よし。投資9本。これ入ったらもう今日は勝ちやろ。こんなもん。いやいいっすね。めちゃくちゃ縁起のいい当たり方しました。嬉しい。いや珍しく早かったな。毎度毎度分母超えんねんけど。よし行くぞみんな、ぶっ壊す。悪魔の馬ボーナス右打ち
曲流れろ。曲なし、文字普通、チャンスアップないっすね。さあ 55% 取れるかどうか。ここ取るのは結構得意。いやマジで成功したい。55%いきます。あーないか。まあ復活待ち、まだ分かんないし、まだ分からんよ。こうギミックが動き出すかもしれないんで、そうなったらラッシュ始まる。ないか。ないっすね。時短や。まあ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 いいでしょう。引き戻します。とりあえず赤系待ちですね。赤が絡めば転敗して、で最後の鎖赤待ち、赤い城待ち、青保留、晴れ晴れ、何でもいいから張ってくれ。張った。いやこれワンチャンできる。全然ある。最後の鎖の色でですな。まあチャンスアップはちょっとないけど、今言うて青堀やけどゼロではないっす。さすがにこれは無理か。しゃあない。おう再始動。先輩だからは3点で緑掘りですね。タイトル普通、テロップ普通。ああもちろんだ。ワンチャンないっすか。でも飲みや、耳を落とされた男たちも成仏するだろう。お風も踊るか。鎖、あデフォルトっすね。ダメ。いやいいよいいよ、寄ってきてる。当たりだそうにしてる。うわないか。うん終わりました。引き戻せず単発。まあまあまあいいでしょう。あとでラッシュ入った時にこれでいい方に向くと思って切り替えます。そういえば最近モンハンライズ買いました。まあ買った理由主に2つあって、まあ、1個目が、まあ、あのイソちゃんとなんか新しいゲームないかなっていうので、まあ、2人でモンハンライズ買おうかっていう話になったんですけど、でジャンジャンも誘ってます、一緒に買おうって。それがまあ僕ら2人ともセカンド G から時代が止まったんですけど、で久しぶりにモンハンやってみようってなってるんですけど、いやむちゃくちゃ面白いんですよね。なんかセカンド G の時にやったストレスに関した部分が全部排除されてて、マップの移動とかもワンちゃんに乗ってのスタミナ消費しづらいんですよね。でしかも乗りながら砥石も研げるっていう、そういうもう言い出したらキリがないんですけど、いやむちゃくちゃ面白くなってるんですよね。新要素も増えて、いや最近夜な夜な一緒にやってます。でもう一個が、まあ、本田翼ちゃんとマッチングできたらいいなって思って買いました。いやそのために今装備を最強にして、そのうち野良で潜って、私本田翼だけどっていうのを待ってます。よろしく頼む。はい2枚目入れます。熱い、いい入り方してる。分かったよ。ポヨンやからな、しかもポヨンでこの入りはちょっと期待。激アツ、うん、おーマジかマジかマジか。スバルようやったないか。うわー頼む。刑事はポヤンのかい。いやあるあるある、これはあるぞ。まずは強 SP。 いやよう射抜いた、マジでめったに射抜いてくれへんのに出てけへんのかい。あとタカタンがあればいいんやけど、ちょっとまだ安心できひんこれ。吹っ飛ばされた後やね。 SPSP に行く場合は、あ、え、違うか、びっくりした、隣の方か。この後ないか。うわ行かへん。てことはこれは赤カットインがいることになります。絡むぞ。うわー嘘や。
無理かこれ、頼む激圧だけで。あーうっそー、外してもだ、止まんな、あー最悪、うわー、だからもう騒がしいな今日行きなさい。おっ3枚目です。いやーちょっとまあ当てましょう、そろそろなんやかんやで漆黒でぶっ壊したことないんで、そろそろいいんじゃないかなと思うんですけどね、一撃2万発3万発ぐらいは、まあ出るまで撃つ、そしたら出るから。いやー当たってくれていいよ、もうなんか起きろ、いいね、入りは OK よ、でタイマーもある、いやー400超えてるからな、そろそろ当たってほしい。まあ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 技術さんならまあいやおよう来るなこの保留。80行こう、80、あいったいったいった9、89、え、なんか今戻らんかった、気のせいか。まあ厳しそうやな、うん、大将デフォルトっすね、よう来るなほんま、金タイマー、なんか同じ流れやなほんま、軽ボタンか、何が出んのやろ、出たー、一番嬉しくないやつ、残念、なんかムカつくからあの紫保留で絶対当てたろ。500ハマリ、ちょっとむちゃくちゃ指定正すわ、当たりを迎え入れる体勢に直します。審査さんみたいやろ、あ、もう来た、もうすぐに、あのやっぱりそういう体勢になったら来てくれるから、ほらあるね、誰もおれへん、ちゃうかったみたい。4枚目ってやつ、まあ言うてこれ使い切るまでにラッシュぶち込んだら秒で帰ってくるんで、まだ大丈夫っす、当たる癖。ほんと強いなあんた。あーっバイブレーション、え、ごめん、お遅かった今俺、いやもうこれは熱い、変動開始時のバイブっすね、まあ言うて大丈夫でしょう、やっぱ根本的なところやね、姿勢を正したら当たる、迎え入れるだけやから、こうやってで、ギリさんですね、赤ボタンで、金ゼリフ、まあまあ、この辺は別に大丈夫、面白いことでもあったのでしょう、点滅保留やねんけど、いやー、後期かー、ふすま閉まってから着せる、着せるを出します、俺に扱いについてとなるや、頼むぞ、あ、ピンフスもないんかい、やるべて刑事ぬらりとないんすよね、なんとも言われへん、この話はこの足が効くことになっておる、まあ、とりあえず強 SP はもちろんいって、この後っすよね、手に放り出している以上この足もテロップ上がらんで、ぬるりきた、惜しい、スペシャルカット以外、いやー保留変化赤キーや、いやー大丈夫やろこれ、赤欲しい、赤きたら大丈夫、よいしょ、うわ、ないし、まあでもいけると思うんですけどね、変動勝ちでバイブとキー保留、この2つだけでいける、もう当たりへのピースは揃ってるはず、とりあえず SPSP はないのでこのまま、まあ、あわよくばっかかったらいい、いや、いけるいける大丈夫、おいで、お寿司といえばよーし、 OK、 660回転、いやー結構かかっちゃいました、3万7000円です、入れよう、入れやな意味ないから、入れるか戻すかどっちか、行きがけやらな、おっ
そうこれコメント欄でみんな教えてもらいました。各編同行、男の喧嘩美しく流れてたら各編同行です。みんなありがとう。さあ始まります。こっからやぞ。お待たせっす。のろしが上がりました。極みしか勝たん。で男の喧嘩美しくが流れていってくれたんで、そのままこの曲でいきます。で極みね、相乗効果で万発は硬い。いや極みなんで、まあゴリゴリの演出で当たります。でそれ以外で発展しちゃうとなんか落ちてる危険性が出てくるんで、まあ、個人的にはちょっと変に発展はしないといてほしい。ちょっとここのラストでパワー出し切ろう。一発で決めます。ノーリーチで残り10回転です。これ1回も発展しなかったら継続とかなかったでしたっけ。勘違いかな。ラスト3。おい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 、いやできれば100以内で仕留めなかったけど、ラッシュ継続、初手から100回転分岐です。1回も発展してへん。頼むぞ。よい、OK。こうなったら勝ち、大丈夫。ただこうなった時の極みって、発展するまでの間に何かしら出んと結構積む。それが怖いところである、極みは。まあでも大丈夫。うわ、もうや。ちょっとやばい。ミュージラム消えた。で、ここも止まる。ちょっと待って。いや、やばい。あ、やった。ラリった。よっしゃ。オッケー。ナイス。ナイス。よかった、よかった。マジでよかった。いや、動いてくれた、名画。いや、マジで気持ちいい、これ。バイブがやばいもんな。いやたまんないっす。ノーゼル国王に認定します。まず一発目ね、歌舞伎御免ボーナス。いやこんなんすぐやれ。もうこいつこうだったら早いから。3万7000円なんで、まああと3回、65番を3回頑張ればプラテンです。そう考えたらいけそうな気がする。3回頑張ろう、ケージ、一緒に。姿勢保つことを怠ったらあかん。この流れを大事にする。おー、1回転目やねんけど。まあでも、何もないと当たんないですね、基本は。なんもないかな。なんもないっすね。なんかああいう発展が怖いよね。落ちてそうで。おー来たよ、虎からの縄文来た。はえー、今回やばいっしょ、この台マジで。いや極み引き掛けがマジでやばいわ。えぐい。はい、当たりますね。おもろってしゃあない。歌舞伎もの、超歌舞伎ものってなってる。あんま見れないっすよね。いやこういうね、なんか普段見られへんもんがいっぱい見れるからいいよね。いやー、ええ感じや。なんか僕いつも2連とかで終わっちゃうこと多いんですけど、そこ超えてくれたから伸びそう。これ伸びそうな気がする。これは鬼門突破した。歌舞伎御免ボーナス。いや今日はマジで買っときたいんですよね。まあ今月結構収録多めなんですよ、まだ。だからまあ余裕はあるんやけど、でもまあ早めにクリアしとくに越したことはやっぱないなって思ったんで、こういう序盤でケリをつけときたいんですよね。とりあえず変に発展するんやったらもう発展せん方がええ。100超えたらこっちのもんやから。いやなんか起きろ、ただひたすらなんか起きろと願うだけ。
変に発展すんだよ。よしよしよし、いやー煽る、なんか起きろ、なんもないか。いやあーよかった、緑とかに並んでよかった。まだ発展せんでいい気がする。行くのか行くのか、よしよしよし、ラスト10回転、今回も1回も発展してません。ラスト1、さあどうでしょう。ラッシュ継続、いやほんま頼む、こんなところで終わんだよ。あと2回、あと2回でええんよ、耐えろ。よし、オッケー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 、落ちてない、祈る時間が増えた。いやこれマジで嬉しい瞬間っすよね。でこうなったらもう大丈夫やから、俺ここは得意なんですよ、ここだけは。バイブで出てきてます、感じてました今。オッケー、あと1回、すぐそこまで来た、マジ最高、これやばいわこの台、さすがやな。サスケ、いや今日はマジでこのセット打法が効いてるわ。姿勢、極み、男の剣が美しく、この3点方式、まあ8000発ぐらいかな、8600発、もうこんなとこまで来た、マジでイージーモード。ただここで気抜いたらあかん、油断したら負ける。よし、あと1回行こう、ぶちかまそう、ノー発展。さあ100回転目分岐です。よう行くなここ、今日ここ超えたら俺はいけるぞ。よし、うまい、むちゃくちゃうまい、感謝の1万発すぐそこ。いやーどうやろ、4回生きたけど、ただちょっと、いやーどうなんでしょうこれ、待って、いやちょっとあかん、弱い、こうなったらあかんねんて、だいぶ厳しい。うわー終わったっぽいな、これはこれ極みこうなったらこれが弱点やねんよな、無理やなこれ。いやそうっすよね、まだまだ可能性はゼロじゃない。なんか名古屋プレスマン、あー終わった、あいった、おマジか、嘘、うわあんなんでいった、なんかあった今、なんかなかったよな、えめっちゃ珍しいそれ、うわーまくりました、やった絶対終わったと思った今、やりました、勝った、感謝の1万発。いや今日の俺はどうやら違うみたい、いつもと爆練する、感謝の1万発、はい、ありがとうございます。で僕多分自身の記録はもう6年か7年がマックスなんですよね、あんま上手くないねほんま。だから今日は10連目出したいっす、折り返し、いやもう今なんかモード入ってる、終わる気がせえへんモード。やべえ赤いっすね、普段やったら激アツです。いやーちょっと気持ちよすぎかて、こりゃハマるって。聞こえますか、いやマジでやばい、終わんないっすいやほんま100回だ抜けた後のその解放された先にある歓喜、もうほんまやばいっすよね。今
99.99.1. とりあえず次継続したらもう自身最高記録です。うわープッシュ来たぞ、押します。うわー、なんやこれ、行きかけゾーン、あんま小屋にやつ。いやー来たよ、また虎の穴。はい、家紋来ました、家紋焼くもの。やばいなこれ、ほんまに。ディズニー最高記録更新しました、8連目。あと2連で10連やから、そこまで行きたいな。打っててよかった漆黒、これがあるからやめられへんねよな。17,500発、あと1回継続したら2万発か。漆黒漆黒、18,705発。当たる当たる当たる、いやー確定音だった。何これ、ちょっとやばいでしょ、俺初めてこんなのした。いやーすごいな、油乗りすぎでしょこのゲージ。いやすごい、これで2万発超えた。海乱制覇の極当たり。いや極み行きかけのええとこめっちゃ出てる、これぞって感じです。2万発、気持ちいい表記ですね。昨日の分挽回できたな。いやほんまよかった。いや久しぶりにこんな出せてます、パチンコで一撃。結構下手くそで低評があったんやけど、そのイメージをちょっと壊しますわ。大義であった、初めてここまで来たな。まあまだ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 続くよ、こんなもんやない。いやこれ発展すんな、なんか起きろ、発展するとなんか起きろ、やばい。いやーちょっと寒い感じで発展してもうたな。これで不安要素が1個できてもうた。いや相手もいい、ワンチャンないか、まあしゃあないな。ラスト3、いやーここまでか。いやでもここ超えるようやったらもう本物やけどな、どうやろ、ちょっと怖いけど抜けてくれ。あるあー、さすがに終わったか、これはちょっと覚悟しとかなあかん。相手 OK、 あー終わったな。いやーでもすげーよ、9連、21,246発で、プラス1万発ぐらいはいったんで十分すぎる、むちゃくちゃ頑張れました。ちょっとなんか昨日の大工の源さん319のやつ当てれんかったから、ちょっとまだもうちょっと時間あるんでワンチャン狙いに行きます。下克上、今日の俺やったらあと1時間あれば当ててラスト入れれる気がします。あーもうこれ取ったわ。
これ取ったね、間違いなく。そんな気がする。あっ、おらおらおら、あらららら、あらららら、マジである、マジであるやつで、パンナステージでしょ。いや、これほんまあるって、マジで。 3? うわ、熱っ、熱すぎる。ここは継続。いや、いい、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい。サンズララは当たった場合ラッシュの可能性大です。いや、もらったやろ、ロゴ落ちね。まあここはまだ1段階でいいんで、ギリさんの時に2段階落ちてくれたらそれでいい。で、3テンパイ演武、まあまだまだちょっと安心できるレベルまでは達してない。あー、ギリさんそれでしょう。原演武、いや、極限部取ったの、これ極限部。そうね、いや、これむちゃくちゃ熱いやんけ、マジで。いや、打ち始めてすぐっす、500発ぐらいしか使うてない。お願い、うわ、3点中のが熱いな。無事に帰ってきて、私、まあ、この後は、まあ、チャンスアップなんか欲しいんですけど、極限部と仲間参戦は、なんか当たってる場合でもあんまり複合しないんで、仲間参戦は別に、まあ、最悪いいっす。いや、これ当たったらマジでかい。さあ、むちゃくちゃ派手ですけど、まだわかんないっす。頼む、マジ頼む。なんか来い、なんか仲間来たらマジ汗ないよな。やっぱなかなか組み合わさらないんですよね。だこうなったらガットイン、あわよくばボタン、ガットイン、登録ボタン、ないか。いや、3やぞ、3やぞ。うわー、これ登録ボタンないか、欲しい、頼む。うわちょっと極ゲームだけやったもんな。大学のゲンさん、ない。いやー、終わったか。復活はない。うわー、甘かった。リーチだよ、早い。緑行け、緑が遠いよな。あ、行った緑。あ、これ行った。いただきました。これドックンがいい、ドックン、マジドックン、お願いじゃない。おー全回転、うわ、やってもうだ。やるんやわ、やっぱマジか。いや、これがあんねよな、ゲンさん。今日はそういう日みたいです。ありがとうございます。持ってるわ。いや、収録で初めて行きました。赤まで行ったら、後半発展濃厚なんですよ。それが矛盾したらお願いかドックンで話なんですけど、お願いやったらラッシュ入るか分かんないんで、こっちの方が嬉しいパターン。完璧でした。いやー、すげえわ。やらかしてる、完全にやらかしてます。急にこうなるもんな。
いやー始まったよ、もう一発やばない。動画終わったと思ったでしょ、まだまだここからっすよ。よーし行くぞみんな、ぶっ壊す。継続率 93%、 もう2位までに仕留める。やめて、いや1位完全で、あっはっはっは。いやちょっと待ってくれ、これちょっと打つか、色変えて安心しようか、変わってお願いから、1/2、緑でいいから、緑で手を打とう。ちょっと待って、やったなこれこれ完全にやったな。レバー出てこい、最高の一撃で。うわっ、おーっそぶねーオッケー、むちゃくちゃ嬉しい今の、終わってたまるかよ。割れろ、マスビないですね、ボタン煽り、ボタン煽りなし、終わりました。2300発、と少ない気もするけど、まあでも当たり早かったんで一応食らってはいます。はい、終わりましょう。すいません、なんかちょっと後半特にやがましかった気がするごめんなさい、まあ最後流して、ゲンさんでもプラりました、結果2409発ですね、当たり早かったおかげで2000発でしたけどプラスです、まあもう上出来ですね、終わります。楽しかった、ありがとうございました。下克上、はい、ということでお疲れ様でした、今回漆黒とあとまあ原産ミドルか打ってきまして、まず投資と回収からいきましょう。投資が9250発で回収の方が2409発と、はい、爆勝ちです。やりました、久しぶりにこんなパチンコで出したね、気持ちいい勝ち方させてもらいました。まあ、漆黒はまあほんまやっぱ極みしか勝たんっていうところで、なんやかんや落ち着く感じですね。資料を求めたくなったら極みやっとけばっていうところあるんで、まあおすすめです。一応前回の動画ちょっとほんまにひどい手締まりだったんで、まあ、エヴァトリプル7ゲンさんでちょっと全然ダメやったんで、見せ場もなくて、そう申し訳ないなと思ってたんで、まあ、今日こういう動画が作れたんで、一安心してます。やっぱこういう動画届けないとやってる意味ないなって思うところあるんで、まあ安心しました。でその後ゲンさんミドル行って、まあ今日はこういう日やったんやろうな。あれ結局5点やったから、赤ランプまで行った時点で、もうその時点で当たり濃厚でしたね。だから悶絶パターンでした。発展しても当たるし、外れても当たるし。っていう中で一番最高のパターンやったから、良かったんやけど、まあ言うてあんま出やんかったっす。まあそこはいい、全然。ってな感じで、まあ今日はとても楽しめた一日やったんで、まあ、なんかこれを機にちょっと流れ変えてくれて、変わってもらったら嬉しいなっていう回になりました。なんでちょっとこの流れも大事にして、次回も頑張って今月ミッション達成できるように引き続き頑張っていきます。はい、以上です、ありがとうございました。なんかエグいやつ来たっぽいな、ここでレインボーになってくれたら俺この人のこと好きになるかも。ぶち抜け、突き抜けろ。うわ、最後まで動画を見てくれてありがとうございます。そんなあなたに聞いちゃうんすよね、特別な何かが弾けますように。